委員長お願いします、はい、それでは会議を再開します。福祉保健部の方々ご苦労様です。早速ですが議第77号平成27年度一般会計補正予算括弧第4号のうち歳出の福祉保健部所管分について質疑に入ります。はじめに第3巻民生費一項社会福祉費の質疑を行います。はい、与口委員、はい、あの本当に確認なんですけども、まあ社会福祉総務費の117-001ですが、子育て世帯の臨時特別給付金っていうのは多分ちゃんとデータ取られて子どもさんが何人いるからとか言って多分措置してやったんだろうと思うんだけども、まあ、小学とはいえ戻さなきゃいけなくなったっていうのは子どもさんが予定した時により行っちゃってどっかへ移転しちゃって余っちゃったのかとか受け取らない方がいたからこうなっちゃったのかとか統計的には子どもさんの人数把握して参加してあるかと思うんですがこの際は原因は何でしょうか。福祉課長。福祉課長、はい、今ほどご質問 の、 子育て世帯臨時特例給付金の関係でありますけれども、一応こちらはですね、平成26年1月分の児童手当の、対象となる児童等で、平成25年度の所得が児童手当の所得制限に満たない受給者に1人当たり児童1人当たり1万円を給付ということで、一応人数的にはつかめるわけですけれども、ただこれは公務員が入っておりません。公務員は要はそれぞれの職場の方から出るというようなことで、そこの人数というのは、うちの方ではつかみきれないというところがありまして、そのために全体的にそうですけれども、おおむねこのぐらいだろうというふうなことで、見込んで、やってるというところですので、実際との差異が、発生したということで、他に副委員長、はい、これ今ね27ページの、福祉課の訓練等給付費もこれも還付金というか戻しが多いと思うんですが、これは訓練給付制度があってもどうですか。これもう当初見込みよりも相当この額だと予定されていた予定よりも相当応募が少なかったということです。確認です。すいません、そしたら障害者福祉費の増税、はい、福祉課課長代理、はい、訓練給付等に関しましては実際就労移行する方がいらっしゃいまして、実際なんて言いますか訓練の実際利用期間が決められている期間が2年とかって決まっているんですけれども、それより早く前に違うサービスを受けるといいますか、訓練のその見込んでた期間より早く違うサービスを利用したりとかですね、実際過去からの実績を見てまして、予算は措置するんですけれども、なかなかその見込みと実績とが一致しないといいますか、いう結果で還付が出ております。以上でございます。副委員長、この制度に関わってやはりその成果といいますか、この、訓練 の、 この支援ということはあれでしょうか、市の方としては関わった方が皆さんそれぞれ希望されるというところはなかなかいかないんでしょうけど、目的は途中でその就労される方もいらっしゃいますけども、この訓練等の支援とかで、やっぱり目的は達成されている事業という形で今進んでますか。福祉課課長代理。福祉課課長代理、はい、障害がある方のですね、サービスとしましては、この訓練給付費といいますか就労継続 B 型とか就労移行支援
につきましては、就労の障害をお持ちの方は、就労を目指す方が最近多くございますので、非常にニーズの高いサービスになっておりますので、当初としましても、実際その 今年度その実績が少ないからといってですね、予算を削ることなく、やはり皆さんの意向は多いものですから、やはりある程度は予算は見込ましていただいて計上しているという状況でございます。また実際そう多くはありませんけれども、実際一般就労に結びついている方も結構いらっしゃいますので、重要なサービスと捉えております。以上です。与口委員。次のページの西山町の移転期間の修繕状なんですけど、送水ポンプが経年劣化に故障ということで、耐用年数との関係がどんなものなのかと、現在壊れ、応急処理してっていうことなんでしょうか。状況もしは分かれば教えていただきたいと思います。西山町事務所長。西山町事務所長。今のご質問のありましたこの送水ポンプでございますけれども、飲み水ではなくてトイレの水をこう送っているポンプでございまして、でポンプユニットがこう2つこう並んでましてですね、一応そちらの方が相互にこれしながら水をこう出しているというところなんですが、いずれも平成11年に移転期間ができまして、もう15年というところでございます。毎日日夜こう動いている設備でございますので、当然部品と同じような考え方をしていいと思うんですが、対面というのは今私正確に何年というのは申し上げられませんが、毎日動いている施設トイレの関係のものですので、かなりガタ言葉は悪いですけど傷んできておりまして、で片方がですねちょっとかなりひどい状態でして、片方でかろうじて動いているという状況のものですから、この際2つ一緒に買いまして万全を期したいということでございます。はい、それでは次に、2項児童福祉費の質疑を行います。はい、それでは次に参考生活保護費の質疑を行います。次に4巻衛生費一項保険衛生費の質疑を行います。福祉保健部の所管分の全体を通して質疑はございませんか。それでは議員間討議に入ります。当局からの説明や質疑を踏まえていかがでしょうか。議員間討議並びに質疑を終わります。次に議第78号平成27年度国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第1号について質疑に入ります。はい、はい、副委員長。13ページ、介護高齢化78号ですけど、78号です。あ、失礼して、ちょっと前です。申し訳ないです。はい、与口委員。はい、ちょっと教えてください。15ページの、現地支援課の保険事業の一般健診審査費委託料というので、説明では39歳以下の国保加入者の一般健診を国のヘルスアップ事業として行うための経費ということなんですけども、対象者というのはどのくらいおられるものなんですか。健康増進係長。
対象は20歳から39歳までの国保加入者の、3000人いらっしゃる中で検診を受診される方を150人というふうに見込んでおります。はい、与口委員。3000人対象じゃなくて150人しか対象というか見込めないというのは逆になんか少なすぎるなというような気がしちゃったんですけども、それでいいのかというと、そういう意味もないんだけど、どうしようそんなもん、受診率が そんなもんなんでしょうかね。健康増進係長。はい、市の特定健康審査というのが決められているものは、対象が40歳から74歳までの方たちが特定健診の対象になっているんですけれども、この度はこの早期の介入の保健指導ということで、40歳以前から健診を受けていただくという、やっぱり早期に健診を受ける習慣を20代30代のうちからつけていただいて、そのまま今度対象年齢になった時に継続していただきたいということをなんです。それで、20から39歳っていうと、国保に加入していらしてもお仕事をしていらっしゃる方もいらして、実際のところは市が行っているこの一般健診のほかに、事業所などで健診を受けている方もいられると思います。ですので、実際こう国保の加入者は3000人になるんですけれども、人間ドックを個人的に受けられたりとか、それから事業所で受けられたりとかっていう方もいらっしゃるので、市の一般健康審査の方では150人、今までも実績ですと昨年度平成26年度は131人ということでしたので、それよりも少し多めに見て150人というふうに設定させていただいております。いかがですか。それでは議員間討議に入ります。当局からの説明や質疑を踏まえていかがでしょうか。はい、議員間討議並びに質疑を終了します。次に議第79号平成27年度介護保険特別会計補正予算括弧第1号について質疑に入ります。はい、副委員長。はい、13ページの5巻1項の介護高齢化の国庫資金返還金なんですけども、8300万と超える返還となっていますが、これは少なくない数字だと思うんですけど、その返還額を超えだけの大きな額になっているのはどのような原因でしょうか。介護高齢課長。今回の返還金につきましては、平成26年度の介護給付費を予算計上した中でですね、前年度実績が確定したことに伴い精算した結果、今回の補正額を国と県および社会保険診療報酬支払い基金へ返還するものであります。なお国庫支出金等返還金につきましては、昨年度と同額程度のですね、返還金が生じております。保険給付費につきましては約 95% の執行率ということで、執行率が少なくなった分をですね、国権出金などに返還するということでございます。以上でございます。副委員長。ちょっと分からなくて聞いて恐縮なんですが、前年も同じような支出額だということで、毎回これぐらいのというのは目論見が違ったとかそういうわけではなくて、さっき言われたように当然なんですけど、実績が確定した後での差額だと理解しますが、毎回これぐらいの実績が毎年出ていて、それに基づいて予算組まれるわけでしょうけども、ちょっと差が大きいなと思うんですけども、まあ今ほども前回昨年度もそうだと言うんですけども、これは何ですかね、このことは特に問題ないんでしょうか。ちょっと心配なんですけど。介護高齢課長。保険給付につきましては全体で約80億円ということでですね、全体が大きいもんですから、少し余裕といいますかですね、のりしろを設けてですね、執行額ということでですね、
実際には、執行額が約76億円ということでですね、執行しておりますので、その分はですね、一応返還という形になっております。副委員長、実績からこう、割り出してやっていくうちに増えたというのはあるかもしれませんけど、減ったのはこう毎回こう同じような形で80億に対して76億の執行ということでは、ちょっと多いなというか、その毎年その実績を出していらっしゃるんでしょうけども、全体でどこの自治体もこういう傾向ということでいいんでしょうか。介護高齢課長、基本的にはですね、各市町村とも少し余裕をみたいな形でですね、介護給付費がですね、増える可能性があるということで、少し余裕を見た形でですね、計画しておりまして、不足が生じた場合はですね、追加で請求するということで、翌年度の3月にですね、追加請求、国の方に追加請求するということになりますので、少し多めに見てですね、還付した方が財政的にも有利だということでですね、そういう形になっております。はい、いいですか。それでは議員間討議に入ります。当局からの説明や質疑を踏まえていかがでしょうか。はい、議員間討議並びに質疑を終結します。次に議第91号国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑に入ります。はい、それでは議員間討議に入ります。はい、なし。はい、議員間討議並びに質疑を終結します。それでは次に議題100号財産の譲与について建物の質疑に入ります。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、それでは議員間討議に入ります。よし、議員間討議並びに質疑を終結します。そうですね。それでは福祉保健部から2件の報告があります。はじめに第2次健康増進計画（案）の概要について説明を求めます。福祉保健部長。これから説明させていただきますが、担当課以外は退席をさせていただきたいと思います。はい、そのように取り上げてください。よろしくお願いします。
はい、それではよろしくお願いします。元気支援課課長代理。元気支援課課長代理。それでは第2次健康増進計画各案の概要についてご報告いたします。資料は事前配布させていただいたものをご用意願います。A4 の紙2枚の資料のものでございます。これまで本市では平成15年度に制定された健康増進法に基づき、平成18年度から10カ年計画で柏崎市健康増進計画健康未来柏崎21を策定し、青少年期を中心に生活習慣、心の健康、歯の健康について取り組みを行ってきました。これまでに喫煙率の減少、女性のがん及び自殺で亡くなる方の減少など一定の成果は見られたものの、検診・有所検査割合の増加などの課題を残す結果となっています。平成28年度以降はこうした課題の解決と合わせ、国の健康日本21第2次や県の健康新潟21第2次を踏まえ、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を図るため、乳幼児期から高齢期までの全年代を対象とし、上位計画となる第4次総合計画をはじめとした関連計画と整合性を図りながら、第2次健康増進計画を策定し、さらなる市民の健康づくりの推進を図ります。計画期間は平成28年度から平成37年度までの10年間で、必要に応じて見直しを行います。計画の策定体制は市民アンケート調査結果等をもとに、町内連絡会議および健康増進計画策定ワーキンググループ会議、柏崎市健康づくり推進会議の意見を踏まえ策定します。計画の体系は健康寿命を延ばそうをスローガンに、一人一人が健康づくりの実践者、みんなで支え合い笑顔でつながる街を目指しますを基本理念とします。基本方針は1、生涯にわたる健康づくり、2、命を大切にする心の健康づくり、3、生活習慣病の発症予防と重症化予防、4、健康を支え守るための社会環境の整備の4つです。4つの基本方針に従い、栄養、食生活、心の健康など8つの取り組む分野で、個人、家庭、地域、企業、関係団体、行政、各々が取り組みを進めていきます。計画の策定経過につきましては、市民の健康意識や生活習慣に関する調査として、平成26年健康づくり市区懇談会における市民意識調査と、市民2000人を対象に郵送とインターネットによるアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、町内会議、ワーキンググループ会議、柏崎市健康づくり推進会議を開催し、第2次健康増進計画案を作成中です。平成27年10月以降は、第5回柏崎市健康づくり推進会議で素案を協議し、12月パブリックコメントによって市民のご意見を聞き、同月文教厚生常任委員会にて素案を報告させていただきたいと思っています。また来年1月には第5回健康増進計画策定ワーキンググループ会議を開催し、計画策定後の推進体制について、保健・医療関係機関、教育・児童福祉関係機関、その他の法人などと意見交換を行います。2月には柏崎市健康づくり推進会議で成案を策定し、文教厚生常任委員会にて計画策定を報告させていただきます。なお、計画の完成時期は来年3月を予定し、概要版を全世帯に配布し、関係機関、団体および市民へ周知を行います。以上、第2次健康増進計画案の概要についてご報告いたしました。はい、ありがとうございました。ただいまの報告について質疑意見はございませんか。はい、それでは質疑意見を終わります。いいですかね。はい、次に
付加物選考の検討状況について説明を求めます。元気支援課課長代理。元気支援課課長代理。それでは続きまして、付加物の検討状況についてご報告いたします。資料は本日当日配布していただきましたものをご用意願います。本年2月の委員会において柏崎市歯科保険計画の推進評価について報告させていただきました。その中で町内関係課、学校長、養護教諭、保育園長、幼稚園長などをメンバーとする付加物応用についての検討会を設置し、具体的な準備を進めていくことを報告させていただきました。今回はその検討会の取り組み状況と今後の予定について報告いたします。はじめに付加物を応用した虫歯予防についてご説明申し上げます。資料1をご覧ください。新潟県の12歳児1人当たりの虫歯本数は全国最少で15年連続日本一になっています。平成26年は1人当たり 0.48 本になっています。柏崎市は 0.66 本で30市町村中29位、20市の中では三条市と並んでワースト1となっています。21年から26年までの状況は年によってでこぼこはありますが、いずれも県下では虫歯本数が多い状況が続いています。県内の付加物選考の実施状況は、歯科保険推進条例以降取り組む市町村が広がっており、全体では 18.6 ポイントアップしております。裏面をご覧ください。付加物選考での議論の的になるのが安全性の問題ですが、安全性を理解するポイントには質と量の側面があります。まず質から見る付加物の安全性ですが、フッ素は自然界に広く分布している元素の一つで、海水や土壌、食品など自然界に付加物としてあるものです。虫歯予防に使われる付加物も全く同じものです。量から見る安全性という点では、付加物選考の1回のうがいで口の中に残るフッ素は約 0.2mg、コーヒー1杯に含まれる量とほぼ同じです。もちろん一度に過量に摂取すれば吐き気や嘔吐などの急性中毒を起こすことはありますが、その量は体重 1kg あたり 5mg であり、体重 30kg の小学生であれば一度に17人分以上の線香液を飲み込んだ場合に起こることになります。したがってうがいした後に誤って飲み込んだとしても急性中毒を起こす心配はありません。なお、これまでに付加物選考での事故、アレルギー等の報告は見当たりません。以上が付加物応用の虫歯予防の考え方です。次に取り組み状況について、資料2をご覧ください。7月から検討会を開始いたしましたが、まず付加物選考にあたり、考えられる課題や問題点を出していただきました。それに対し、研修会や実施校、実施行政の視察聞き取りを行いました。そのことを踏まえ、9月中には実施方法や職員、保護者への周知方法などを検討する予定です。園長や学校長など施設管理者へは早くに周知し、理解をいただく必要があることから、9月および10月の各会議において今後の予定を説明しているところです。町内関係課及び検討会による協議の中で、選考の開始時期は28年度の秋を目指すことといたしました。この表では28年11月に付加物選考開始としてあります。秋開始の理由といたしましては、年度始めは職員の人事異動、新入学等があり、県や学校全体が落ち着かない状況であることから、新規で導入するには適さないという判断からです。2月の検討会では平成28年度の事業実施計画を作成し、その後嘱託歯科医師の指導助言をいただきながら、保護者の理解を得られるよう説明会や研修会を開催いたします。その上で付加物選考の実施は保護者の希望を確認し、希望者に行うこととなります。
今後も歯科医師会と協議し、また必要に応じて、フッ化物応用についての検討会を開催し、スムーズにフッ化物選考の導入が進められるように準備を進めてまいります。以上、フッ化物選考実施に向けた検討状況についてご報告させていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。ただいまの報告について質疑意見ございませんか。はい、はい、若い委員。はい、あれですか、前にも聞いたことあるんだけど、この不正選考は前にやっていましたかね、やっていて、俺ね、若い頃、これ危ないということで、だいぶ運動したことがあるんですよ、お前さんよく知ってると思うんだけど、そんなことがありまして、またここにして、今、27年の7月に、まあ、検討会して説明するって話になったもんだから、今までの間はまずやっていなかったんだろうと考えるわけですよ。そうしたときに、それはルール説明してもらえたから分からんことはないけれども、なんで急にここに来てそういう話になってきたのか、まずそこ行って、そこから、はい、健康増進係長。健康増進係長、はい、今なんで急にという話だったんですけれども、やっぱり柏崎市 の、 虫歯の現状については今お話ししました通り、柏崎市はフッ化物の応用をしない、フッ化物選考に頼らない方法で歯科の保健指導とかを丁寧にやってきた歴史があります。その中で柏崎市としましても虫歯は徐々に減少してきているという傾向があるんですが、新潟県全体と比較しますと、やっぱり新潟県全体との開きというのはだんだん増え大きくなってきていて、やっぱり今のこう現状では二重市の中で虫歯の本数も、それから所有有病者の率も一番高い状況に二重市の中ではなっております。そういったことを歯科保健計画を平成25年に策定いたしまして、その計画の推進会議の中でもやはり話題となってきました。で、歯科保健の推進会議の中でもやっぱり子どもたちの虫歯を予防していくために、これはフッ化物選考という取り組みを進めていった方がいいということで意見をいただいておりまして、今回このように28年の秋の実施を目指して進めていこうということになっております。若い委員。そうすると県内で虫歯の少ない市町村というのかな、まあ数千個やってるということですか。グラフ、健康増進係長。健康増進係長。やはりフッ化物の選考後の実施している歴史が長かったり、取り組みの多いところは全体にこう比較してみまして、虫歯の率は少なくなっている現状があります。若い、はい、どうしても私はこう納得できないというかあれなんだけれども、確かに虫歯は何にかしたことはないけれどもね、ただ今の会長の説明では医師会の皆さんがきちっとやってて、それなりそれぞれ減っていると、こういう話があるわけですよね。その中で今ここに分かった皆さんするわけじゃないけれども、保健部として新潟県でまあワーストワンだ、だからやらんけなんだみたいな話のは分からんことはねえんだろう、そのためにその不正選考にすぐ飛びついていくっていうのは違うんじゃないかなって気がするんだよね。そうでなくて、今までやってきたその実績で下がってきてるんだったら、その辺をきちっとしてやっていけないのかっていうのがまず一つと、まあご縁がなければいいんだ、例えば口に残ったのはコーヒーカップ一つで済むんだみたいな話をしていったって、まあ飲まない気が一番いいわけですから、まあそう言われると全部その安全だって言わねえんだか知らんけれども、そういうことを考えた時にはやっぱりすぐ不正選考が虫歯の予防には一番いいんだ、それは確かその会議にそれ言ってるから、そういう話になるんでしょうけれども、もうちょっと考える必要があるんじゃないでしょうかね。その辺どう思いますか。副保健部長。まあ一見急にここで不可物選考という、まあ、我が国に受け止められました。むしろ私はですね、なぜ、そういう視点で、ものを捉えられなかったかというふうにも思うわけでございます、うんうん、というのはですね、確かにブラッシングは
非常に励行されていて定着をしています。しかしながらやはり虫歯になるその要因というのは当然汚れを落とすこと、それから甘いものをコントロールすること、それからもう一つ副化物によってその歯垢いわゆる細菌を除去したり脂質を強化すると、この3つがやはり基本的にその虫歯予防もですね大事な要素だというふうに言われているようでございますので、したがって確かにブラッシングは柏木さんしっかりやってきてますが、結果として今ほど数値を申し上げたように何も改善、まあ徐々に良くなるというのはその昔に比べれば確かにいいかもしれませんが、全体として見れば全く要するに虫歯は減っていないということでありますので、新たな予防も組み合わせていく必要があるだろうということで、まあ歯科保険計画についてはまあ啓発となっておりますが、やはり早い取り組みの方が長い目で見れば効果は生まれるという判断でまあ検討を開始したということでございます。了解、はい、部長と議論するつもりはありませんけれども、部長の会議さんはそれで結構ですが、虫歯を予防するのは分かりますし、それはしなきゃなりませんが、そのために体に害があるようなことがあってはならんというのは私は思うわけですよ。そして対象が幼稚園とかそういう子供だと思うんですよ。大人じゃないと思うんだね。その辺が本当に心配だというか、もしご遠慮もしたら大変だなっていうのはものすごくあるもんだから、過去においてもそういう意見はずっと言ってきたつもりなんです。まあ、これ議論しか始まりませんが、いいです、どうぞ。福祉保健部長、まあ、ご懸念のですね、それは何においても薬においたおいてもですね、要するに量を超したりあるいは濃度を超えたりとかですね、それは要するに正しい手順であればそういった危険性は十分に回避できる。まあ、これもその当然一つの同じ考え方で、いいのかなというふうに思いますし、あと何がありましたかね。まあ基本的にはまず正しく、手順を踏んで、正しい量をまず先行するということで、そこは回避できる安全性は保たれると思いますし、それから当然うがいができない年齢ではですね、まさに誤飲等もありますから、まあ、その年齢が、どうでしょう、3歳以降であればおおむねうがいというのはできると思われますので、まあ、そういった誤った仮に誤飲があってもその濃度からすればそれも安全性という面では回避できるんじゃないかというふうに思います。それからもう一点ですね、市では1歳半についてはフッ素塗布ということをやっています。これはまあ検診の時の希望者ですが9割の方が希望されています。そして、その他に、歯科医でさらにやれる人はやってくださいという500円の、助成券を出しますが、残念ながら個々で個人個人が歯科医へ行ってですね、じゃあやるかというとこれは極めて低くなりますということもありますので、やはりまあ集団の中でやる方がまあ効果あるだろうというのは一つまあ考え方としてはあるんじゃないかというふうにまあ考えております。したがって今1歳半の塗布とそれから合併したとはいえ2町西山高柳町については小中学校科物センターとなっていますので、じゃあ旧いわゆる、まあ、合併前の市は何で何もしないんだというと、じゃあやってる市長いわゆる小中学校はどうなんですかということにも相なるわけでございますので、その辺は今ほどご説明申し上げましたように、これまでの、まあ、20数年のですね県内での実績、そこにおける事故等が見受けられないということから、やはり市としては統一した考え学校については同じ誤調で進む方がいいんじゃないかという判断も一つあったわけでございます。若い薬はさ、すべてやっぱり毒なんだよね。薬っていうのは何でも飲む方がいいに決まってるわけですから、それでも治したりしなきゃなんか当然飲むわけだし、まあ虫歯もその一つで一つなんだけれども、
どういったようにこれ一番そのすぐ口に入っていくものであるから本当に私は気をつけなきゃなんことだと思っているんですよね、本当に。それでさっきも言うけれども柏木はいいなと実は思ったんですよ。そうやって歯ブラシやったりきちっとしてやってるからと思ったんだけれども、まあ初めではそうなっから言われたことは分からんことはねえか知らんけども、やっぱり今でもそうではないんだろうと、もっとあるのかねえのか私は専門家じゃありませんから分かりませんが、選挙はもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと私は思いますがね。それは私の考えですので、それは結構です。星野委員、はい、ありがとうございます。まあ、今ほども議論もありましたけど、私は、まあ、今当局の皆さんの方から説明があった通り、やはり今でもいろんな努力をしてきた中でやっぱりこの数値は非常に困っていると、やはり県内でも、ワーストの方なので、これを改善するには今までのことも継続はもちろんこの方法を、まあ、選んできたというところを私は了解したいと思いますし、今この、ね、普及状況にしてもかなりが進んでいるのかなと。その中では今言うように、いろんな例えば、まあ、後発なわけですよね。僕はもうみんなやってるわけですから状況がよくわかるわけですよね。こんな状況があった、こんなケースがあったという中をよく踏まえた中で、やはり柏木版としては今ほど若い人は非常に心配されている部分も、まあ、払拭できるぐらいにまたこういった形で安全にやりますよと、そして虫歯もさらに減らしていくというのが最善の方法かなと思っております。ですので、まあ、私はその辺のところを担保しながらしっかりと取り組んでいただきたいという中では、対象とか今ここで園と学童というふうに学校というなってるんですけど、対象とかやり方としては28年度からもう、取り組んでいくわけですけど、大分その際にどんな感じで取り組むかっていうのがちょっとお聞かせ願いたいんですけど。健康増進係長。健康増進係長。大事な対象の話が漏れていて申し訳ありませんでした。私たちが対象と考えているのは4歳児、年中児からそれから中学校卒業まで の年齢の児童生徒を対象にしていきたいと考えています。と言いますのは、4歳児はやっぱり永久歯の生え変わりが始まる時期ということで、やっぱり生え始めがやっぱり歯の質というのはこうとても柔らかくって、虫歯にやりやすいというふうに言われております。そこで4歳児からそれから中学生は第2第9歯という奥の歯が生えてくる、永久歯が生えてくる時期ということですので、永久歯の生え始める時期から生え変わる時期まで、生え変わりが終わる時期までを対象として実施する予定になっています。そして保護者の方の皆さんにもやっぱり研修会とか説明会を行って、フッ化物のことについての理解は説明をしていきたいと考えておりますし、実施の前には保護者の方たちに希望を通らせていただいて、希望のあるご家庭にのお子さんにフッ化物選考を実施する予定になっています。県内 の実施状況を見ますと、今保育園、幼稚園、それから小中学校で県内いろんなところで実施されていますが、かなり保育園、幼稚園も小学校ぐらいまでは 98% ぐらいの方が希望されていて、中学校では 95% ぐらいの方が実施を希望していられるということで、まあ、概ねほとんど の対象の方が希望していられる県内の状況であります。で少し今のどのような形でスタートしていくのかということですけれども、一応こう28年の秋ということを目指しておりますが、最初はブクブクうがいの練習を、まあ、水で行うというところから始めて、ブクブクうがいが上手にできるようになってから物価物を使った選考の方を進めていきたいと考えております。以上です。はい、星野委員、ありがとうございます。すみません、ちょっと私この部分あまりよく知らないんで、もうちょっとこう聞きたいんですけど、これやると今言われた対象4歳から中学校までと言われてるんですけど、毎年こうしていくもんなんですか。すみません、全然わからないんですけど、それとも1回すると何年間こうでっていうところが説明であったかどうかなんですけど、すみません、聞きました。もう1回すみません。はい、健康増進係長。4歳からスタートしたら中学3年までこう
保育園、幼稚園、学校では継続していただくように毎年、はい、毎年というか、あの小中学校は大体週に1回法ということで、物価別選考した後30分ぐらいは飲食ができない状況になっているので、学校の予定に合わせて朝とかそれからお昼の後とか時間帯を選んでいただいて実施をしております。保育園幼稚園の方はもう少し濃度の薄い選考液を使って週2回法でやっているところと週5回法で実施しているところがあります。でこの付加物応用についての検討会では、そういったまた他市町村の様子なんかもこう見せていただきながら、2回法がいいのか5回法がいいのか、そういったことについても決定していく予定になっております。ありがとうございます。ようち、はい、ありがとうございました。私もっと今日もっとそこに立ち戻って、こういった市町村ごとのデータもあるし、下の方に実施に向けた近年の動きとあって、まあ、彼はなんかは始めたっていう、いつから始めたか分かんないからデータとの関連がよく分からないんですけども、まあ、新潟まあ、三条、長岡あたりも、まあ、やってるというふうな、まあ、長岡とかはまあ下がってきてるのかなというふうに、実施時期多少ずれがあるのかどうかというのと、そこより下のっていうか低いところ、例えば小千谷だとか、まあ、妙高、町村だと多分母数がちっちゃいんで、一本あるとボンタカとかなんかあると思うんで、まあ、市で言えば小千谷とか南魚沼、魚沼すごいあたりはもうずっと長いことやっている実績があって、こういうふうな結果になっているのかなというふうなのは、どんなそういう関係性というか、実施時期教えていただけるんですか。健康増進係長。健康増進係長、はい、私たちも年度ごとの市町村の実施状況というのはこう統計があるんですけども、どの市町村が何年からスタートしたという細かいところまでは情報ははっきりとは得ていないんですが、やはり実施をスタートして経過が長いところが虫歯の罹患率は非常に低くなっているというふうに言えると思います。一番最初にスタートしたのは弥彦村だというふうに40年ぐらい前から継続しているということですけれども、やはり経過が長いところは物価物選考の経過が長いところは虫歯の罹患率は低くなっています。余口、資料の中で刈谷村に聞き取りに行ったと、はい、状況を聞き取りに行ったということで、ということは刈谷村もどのくらいのそういった制度が整備がなされて、どのくらいで効果はどうあったのかというふうなのを確認してきたのかとかいうふうなところはいかがなのかなというふうに思うんですけど、その辺は健康増進係長。健康増進係長、先月刈谷村の方に今の実施状況がどうかということで話を聞きに伺いました。刈谷村の方はちょうど1年前の26年の秋からスタートをしたというふうに伺っておりますが、付加物選考に関してはやはり始めたらすぐに成果が出るというものではないので、これからきっと成果が出てくることになるのかなというふうに考えております。刈谷村の方は今小中学校1校ずつで実施しているということです。もう1個しかない。はい、はい、余口、すいません、同じようにですね、高いところでこんな中にやってるかやってないかわからないけど、カモとかサドとかも午前とかも高いんですよね。高いけどやってるのかな、やってるのかやってないのか、だからその辺の付加物選考の優位性というか、まあ、データ的には認められてるのかもしれないんですけども、その辺、まあまあ、付加選考すれば全部ならないというわけでもないんでしょうけども、その辺の効果の有効性、優位性というのは、どのように把握されてるのか、教えていただけると思いますよ。健康増進係長。健康増進係長。県内の小中学校、失礼しました、保育園、幼稚園でまず実施していないところを20市の中では加茂市と柏崎市の2市だけになります。他に町村で保育園、幼稚園の方では、
してくれ。すみません。敬老町、それから津南、あ、そうですね。保育園幼稚園では敬老町、津南、それから刈羽村、加茂市、柏崎市が20市の市町村ということになっております。あとは合併の関係で、他の 市町村とかも合併しても全部市内の学校とか保育園幼稚園が全部で取り組んでいるというところもあまりこう、そういうところもあるんですけれども全部でやっているというところもないのでただやっぱり復活物専攻を継続することによって虫歯は半減するということがきちんとしたデータで出ております。はい、副院長。今ほど復活物専攻で、賛否両論あって全く不勉強のことようで、確かにこれもらったペーパーのいっぱい飲んでた時に急性中毒、吐き気などの心配はありませんとあるんですけども、これすいません、その副作用はその急性中毒、吐き気ぐらいなもんなんで、これを例えば間違って極端ですけども毎日飲んでしまったりとかしてると、その結果どういうようなその副作用という、皆さんがその心配されるのは副作用があるから心配されるんでしょうけど、その副作用というのはこの急性中毒、吐き気などぐらいなものなんですか。健康増進係長。急性中毒としては今林さんからお話があったようにここに書いてあるような症状になるんですけれども、慢性中毒の症状というものもありまして、よく繁盛死って聞いたことありますでしょうか。歯のフッ素症というものと、それから骨のフッ素症というものが挙げられています。ただこのような慢性中毒の症状が出るというのはすごくこう自然界とかにも入っているので、井戸水とかに入っている非常に高濃度の水道水を繁盛死などはこう歯が生える前のこの歯茎の中にある状態の時に非常にこう高濃度のそういった水道水とかにこう長く飲用していたというような場合に出るというふうに言われておりますので、このようなフッ化物専攻の濃度でこういった慢性中毒の症状が出るということは言われておりません。そして先ほどこう資料の中に体重30キロの小学生が17人分を飲み込まなければ急性症状が出ないというふうにお伝えしたんですけれども、体重例えば20キロの園児が週5回方のフッ化物専攻のものをこう、飲み込んだとしたら一度に63人分を飲み込まなければ急性中毒の心配は出ないというふうに言われておりますし、週2回方にすると少し濃度が高くなりますが、やはり30数人分を一度に飲まなければ急性中毒の症状は出ないというふうに言われております。はい、副院長。ですから皆さん方がこの復活専攻で賛否両論、その皆さん方が心配される要素というのは、そのことによってこう出る副作用というのは、さっき言われた繁盛死、歯のもの以外、結局その骨やその歯、カルシウムやその歯の成分にこう影響が出ると思うんですけども、なんて言いましょう、内科的な問題とかですね、そういったのはこの急な吐き気ぐらいなものなんです。健康増進係長。急性中毒の症状としてはやはり吐き気、嘔吐、腹部不快感などの症状というふうに言われております。はい、じゃあ重野議員。私もこの不可物のことは全くわからないので、ちょっと最初教えてほしいんですが、不可物っていうのは固体なのか液体なのかもわかりません。でそれは学校を経由して渡るのかどうかも分かりません。で希望者にのみ渡るということらしいんですが、その費用というのは全て、無料で希望した人に渡るのかどうか、まずこれを教えていただければと思います。健康増進係長。健康増進係長。今
柏崎市が実施する方法として考えているものは、付加物についてのこういうお薬を人数に合わせて学校や保育園の方にお渡しをして、それを規定の水道水で希釈して使うことになるんですけれども、もうポンプというものがありますので、このお薬を1つ入れたら何人分の場合はどれだけの水で薄めるというのが決まっています。それを各クラスに持って行ってもらって、紙コップなどを利用して一押しして、そこでうがいをするというような形になっています。お金の方は1人当たり、子ども1人当たり約200円程度というふうに言われております。で、市の方が負担をする予定です。いつか200円だと1年200円かな、市議の委員。1年間で200円、はい、そうです。で、自分も学校教員してて、実はこれやったことがないんです。だから学校のじゃあ昼休みだと給食後に今は一般的にやられていることなんですよ。これからこれから、これからやられてるところあるんですよね。彼は西山と高柳西山で、そうするとなおさらなんか余計なトラブルだとかっていうのがすごく心配があります。で、家で、お家の方の責任においてやるっていうんであれば分かりますけども、学校の中で、そうやるってことになると、また学校の先生方への負担が多くなり、また責任も非常に大きくなる可能性があるのではないかとすごく心配しています。その点何かありますか。健康増進係長。健康増進係長。やはりご家庭で復活物選考すればいいのではないかというご意見もいろいろ今までもいただいていたんですけれども、やはり柏崎市の虫歯の現状を見ましても、柏崎市 その子どもたち、その12歳児の子どもたちの統計を見ると、虫歯のない子が7割で、虫歯を持っている子たちが3割っていう状況で、やっぱり3割の子どもたちがかなりこうたくさん虫歯を抱えているというところがあって、子どもたちの健康にもこう二極化の問題が出てきています。学校や保育園、幼稚園 その公衆衛生の場面でやるということは、そのやれる人がやればいいということではなくって、子どもたちにこう病棟にその機会を与えることによって、全体の口腔衛生の状態が上がるということをやっぱり期待しているところの一つでもありますし、あとそれから先生方の負担というところなんですが、かなりこう今マニュアル化、その復活物選考についても県内の中ではマニュアル化されているところもありまして、こう DVD などでこう皆さんに実施方法についても知っていただくということができるようになっています。ですので、今11月の頃を計画をしているんですが、小中学校、それから保育園、幼稚園の先生方を対象に、実施方法やそれから復活物選考の意味についての説明会を実施したいと考えております。重野委員。希望性という、希望を取るとかっていうのは、希望の確認と希望をしないこともあり得るということとの捉えでいいのか、そうした場合の希望しない生徒がいる中での実施、それを学校教育でやるっていうのは、だからすごく大変じゃないかと。それをその分、先生方への負担が多いって、それについてのものは今答弁ありましたけれども、そういったこともあるので、他の場面でもし僕がね教員だったら、申し訳ないけどやめてもらいたいと思って、家でやってください、家でできることは家庭の責任でやってください。なぜかというと、今は学校にうちの子箸が持てないから学校で先生箸を持たす方やってくださいよっていう保護者もいるんですよ。何から何まで学校にというようなこともちょっと考えものかなということがありますし、一律にって言ったとしても全国平均からかなり低いんですよね、柏崎は。
県内では高い方かもしれないけど、全国的に見てはかなり低いので、まずは家庭からというようなわけにはいかないのかなという気がします。でもまあこうやって流れてるんだからしょうがないんですけども、そういうようなトラブルもある可能性があるということを踏まえて、それについてもしそれが学校の管理下で行われた場合、トラブルが発生した場合はじゃあどうなるのかということも十分考えなければならないことだと思いました。以上です。はい、上森。はい、今不安とか不安要素とか結構出てきたんですけど、実はうちの娘も虫歯がひどくて、歯医者に通ってた時にもう4歳から実はしてたんですね。で家でも今してるんですよ。なんで私としては歯医者に通ってる時に弥彦村の事例とかも聞いてましたし、むしろいつやる予定があるのかなっていうのも聞こうかなと思ってたんで、先ほど県内希望者募ったら約 98% それで中学生の親が 95% になってたんで、非常に前向きで私はいいと思います。いい件でした。健康増進係長。健康増進係長。今ほどこう希望していない生徒さんがいらっしゃる中での対応ということのお話もありましたけれども、実施している市町村のこう様子ですと、やはり希望されていない方はフッ化物の溶液を使わずに、まあ、水で合わせてうがいをするというような取り組みをしていることが多いようでございます。やっぱり学校の現場、それから保育園幼稚園の現場でそういったことをまた一つ手間がかかることを増やすというのは非常に先生方にとっても、まあ、負担になる面もあるかと思うんですけれども、やはり子どもたちというのは環境を自分でこう選んでっていうことはなかなかできないわけで、学校現場や保育園幼稚園の現場で集団生活の中で実施することで、やっぱり継続性が担保されたりとか、それから、まあ、自分の健康を自分で守るということの意識を芽生えさせたりとか、本当に教育的なこう意味合いも大きいのかなというふうに感じております。若い、まずだろう。皆さんが一生懸命やっているのは分かりますし、意識で皆さん当然保護者の皆さんとの話し合いも始めるという、まあ、始まっているんだろうと思いますけれども、その中での提言だと思うわけですからね、それはそれなりに重いものだと思います。思いますが、意地悪の質問をさせていただきますと、なぜそれだったら希望者を募るのかというのは私はよく分かりません。本当にいいのであればやっぱりこれからこうだからやりましょうということでいいんじゃないかと思うんだけれども、希望者を取ってやるということになると、やっぱりそういう不安がどうしても頭の中にあるのね。まあ一生懸命やられるのは分かるし、こうなっている状況だからそうなんだかもしれ分かりませんけれども、まあ、自分の持論がそうだからそう思うんだろうけどもね。じゃあなぜそこで繰り返すけども希望を取らなければならないというのは分かりません。そこのところ福祉保健部長。今申し上げましたように、要はご自身でですね、違う方法なりで、私はそういう手段を使わなくても、うちは十分虫歯ありませんというお子さんまで強制してやる必要はないわけでありますので、やはり希望という形をやはり、取らざるを得ないかなというふうに思いますし、なんか市だけがですね、こういうふうに何が何も進めなきゃいかんというふうにこう受け止められているようですが、実はかつてですね、日本弁護士連合会がやはりこの選考を中止すべきだという意見書を、出されてますが、これに対して日本航空衛生学会、これに対してきちっとこれはこういうことで有用性があるんだというきちっと答弁されてます。この中では日本歯科医師会、それから日本学校歯科医会、日本小児歯科学会、日本障害者歯科学会、日本虫歯予防フッ素推進会及び日本口腔衛生学会、これらのですね、各専門機関により学校園、これも保育園のことを指していると思いますが、におけるフッ化物専攻とフッ化物利用による汚職予防法の有用性を一致して支持する旨の見解が示されてきているところだと
したがってそこで保健所に対してルール説明がされているということ、これは、航空衛生学会のホームページに載っておりますが、またご覧いただければどういうことかなというのが分かると思います。そして、こんなことがあります。なぜ学校でかということなんですが、いわゆるその航空衛生学会でも言っておりますけれども、学校園における復活物選考は学校保健管理の一環と位置づけられ実施されることにより、教育的、組織的、環境的、経済的支援が有効に働き、長期の継続実施につながり、公衆衛生的な利点が最大限に発揮されるものですと。このことは、1985年の衆議院会議録でもこのことは示されているようでありますので、決して市がですね、何があんのそのバックグラウンドがグラウンドがない中で言っているのではないので、まあこの辺今申し上げたところをですね、またどのように受け止めていただくかということでご理解いただければよろしいかと思います。若い公開されているんだけど、そんなことは思ってませんので、市だけでやっているとも思ってませんし、ただ皆さんが一生懸命やってるっていうのは、このさっき何回も言いますけれども、県内でもワーストワンになってると、これ何とかしなきゃ、それは皆さんの職業はみんなそう思うと思うんですよ。で、そういう意味ではいいんですが、ぶち上がれたように、何でも、なんかお前、市でやってる好きですって話したけど、それは違う誤解ですので、そこのところだけは、ただ応援されたり、なんかすると危ないのはあるし、過去においてそういう議論したことがあるもんだから、聞き直してると、こういうことでありますので、誤解のないように。はい、質疑意見を終わります。これで福祉保健部関係の審査及び報告は終了しました。福祉保健部の皆様、ご苦労様でした。取りましょうか、それともこのまま続けましょうか。はい、それでは引き続き会議を続けたいと思います。それではこれより討論採決に入ります。最初に議題77号、平成27年度一般会計補正予算括弧第4号のうち歳出の所管分を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。法案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議題78号、平成27年度国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第1号を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議題79号、平成27年度介護保険特別会計補正予算括弧第1号を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第91号、国民
健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。よし、よし。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ございませんか。よし、よし。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議題92号都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。よし、よし。与口委員。はい、これまあ92号だけじゃなくて、まあ、あの一括で協議したようにですね、あの議論したようにですね、92から94号にかけてですね、体育施設全般について、まあ、あの料金の見直しをするということですので、それについてあの討論したいと、まあ、賛成の立場で、まあ、討論したいと思います。あの質疑の中でもかなり、お互いに議論したわけですけれども、安くコスト算定した結果、今の料金よりも安いものについても急に変えずに現状維持のままだとかいうようなものも散見されるということで、やっぱり利用者にとっては安い方がいいわけなんで、他市の状況とか何よりも市民にとってどちらの方が利便性、有用性があるのかというふうなことを観点にですね、ぜひその辺の見直しを進めてもらいたいというふうなことがあります。高いものは、コスト減の下が高くなるのは、それを抑えていただいて、そこを税負担をするというのは、やはりそれが市の、そのスポーツに対するとか、健康増進に対する姿勢だと思いますので、そういうふうな観点で、やはり料金等の設定についてもですね、しっかりとやっていただきたいというのと、それからあの5年後に、まあ、始めてたからというふうな話もしましたありましたし、5年後に見直すということもありましたけども、初めてしたんであれば5年と言わずにですね、2年3ないしは3年ぐらいで初めてやってみたけども検証してみようということで、早めに今回だけは早めに料金改定をしてみる、見直しをしてみるというふうなことも検討いただきたいということも含めて、意見述べて賛成とさせていただきます。はい、星野委員。はい、賛成の立場で、討論したいと思いますが、まあ、今ほど与口委員の言われた部分、かなり強いところだと思います。まあ、その他にも合わせて委員の中から出たように、特に陸上競技場に関しては来年度改修という部分がある中で、今ここでこれを出してきて、で来年度はという部分の中でかなりこう難しいところもあると思います。その辺のところはやっぱりしっかりと考えた中で、やっぱり利用される方たちが戸惑わないように、そして、来年度また改修というところがある中では、やっぱり取り組み方をちょっと検討した方がいいんじゃないのかなというふうにも感じたところです。そして先ほども、与口も言われたところですけど、私もやはりその利用者が利用しづらくなるような形っていうのはちょっと違うのかなと。やはり、利用者の人たちのもっともっと広く市民の人たちが、競技だけでなくて市民の人たちが利用しやすいことを考えていく中、市町村がこれぐらいだからという話を説明の中で受けたのも私はちょっと気になったところですし、そうではなくてやっぱり貸し市がその施設に対してどういう思いの中でこれをやっていくかといったところは、きちんとその辺を考慮した中でやはり今後も検討していただきたいなというところだと思います。でコスト計算のところは私もやっぱり相当気になりました。やっぱり高いところを抑えている税金緩和とかその辺のところは理解するところですが、安く算定されているところをわざわざその算定したのにかかわらず高く現状維持みたいな話っていうのは、じゃあ何のために算定したのかというところも、まあ、私自身少し納得にはいかないところかなと思いますので、その辺も踏まえて今後の料金改正、また今ほども用意するから出ましたけど、5年と言わずにやはりそのようなところはしっかりと見据えた中で取り組んでいただきたいなというふうに思っております。以上として賛成の討論としたいと思います。他に重野委員。どうぞ。はい、私も賛成の立場で討論をします。特に陸上競技場については
他の施設と違って他の施設が150円から200円とか200円から300円とかって何倍増しの料金分かるんですが、陸上競技場はゼロからですから無限大倍の料金が上がるというようなことで、やはり協会の方では反対の立場の方が少なくありません。しかし今回出されたものの趣旨としてはやはり受益者負担そして市民の公平性というものを優先して出されたものと理解をしました。実は小体連、中体連、高体連の先生方、陸上関係の先生方もこれは仕方がないんではないかと思われている方も少なくありません。当然無料のままの方が使いやすい、使い勝手はいいんですけれども、ですからそういう方々の思いをまとめますと、今まで使っていた利用していた上に料金設定がプラスされたから使い勝手が悪くなった、閑散としたというようなことが絶対にないように、そして潮風公園の整備を必ずしてほしいと、それを付帯決議ではないですけども、それを合わせてお願いをして要望をして賛成との討論としたいと思います。他に、はい、若い議員。私も賛成の立場で討論をさせていただきますけれども、私の視点はやっぱり最初に申し上げましたように、その陸上競技場ができた経緯であります。これについてあまり議論がなかったんですけれども、説明を受けて分かった。その人たちは柏木のスポーツの何もないところに一生懸命皆さんでやっていただいたっていうのがあるわけですよ。その経緯というかその意思を尊重してというのはもしかあるんですが、そうかといって今この現状の中ではやっぱり公平公正といったのは当然これからねやらなきゃなんことでありますので、そういう意思はやっぱり個人個人が持ちながらですね、やっぱり陸上競技場はなぜ使うというためにも絶対必要だし、これからまたそのなんていうかな更新とかいろいろあるわけですけれども、税の負担公平さを考えたときにはやっぱりこれやっていただくしかないとこう思って賛成をいたします。他に安倍委員。私も賛成の立場で意見をさせていただきます。やはり受益者負担の公平性というところで、料金を取るのは、取らなければならないと思っておりますが、やはり取るためには、市民の皆様にそれだけのサービスを提供していかなければならないと思っています。その提供として、皆さんが多くの人が利用してもらってで、楽しめる施設にしていかなければならないと思いますので、そういったところをやはり市としても、研究してもらって、改善をしていってもらえればと思っております。他に、よし、はい、これより採決。星野委員。今ほど、資源委員からもお話が出た通り、今これだけ討論の中でも、意見があるとかなり強い中では、やはり付帯決議というのも今資源委員から言われましたけど、これの検討、この委員会として付帯決議をきちんとつけて討論だけではなくて、今言われた公園、潮風公園の整備をぜひとも強く、望むと、それを付帯決議としてつけて、そして今の意見をまとめた中で付帯決議をつけて、今回の予算を賛成するっていう方向に持ってくるのはいかがでしょうか。皆さんにやっていただきたい。はい、若い付帯決議もそれは一番いいんだろうけども、そこまでいかなくて、要は清水さん要望をとりあえず要望すると、要望をつけて星野委員。要望っていうのがないので、ここで付帯決議をつけるかつけないかというところを皆さんから測っていただいて、まず私の方が今付帯決議をつけたらいかがですかと委員の中からもそういうふうなのが出てるんで、それを議事進行で出しているんで、それを付帯決議をつけるでしょうか。今言う反対ではない、ただ今言うように皆さんからの強いそういった意見、それから支援の委員から出た付帯決議にしたいというぐらいのお気持ちがある、その潮風公園の改修も合わせてそういったところをつけるべきではないかというのを皆さんが賛同を得られれば、それを付帯決議をつけて今回の
ければというふうに私が提案をしているわけなので、それについて、まあ、賛成か反対かを言ってもらった中で、じゃなくて、反対だから意見という形だけですというふうな我が委員の意見であれば、それもそれでもいいと思いますし、私は付帯決議を、つけたらいかがですかという提案ですので、それを一応図っていただければ。はい、私ちょっといいですか。あ、はい、副委員長。あ、委員長、委員長。あの付帯決議の内容につけるについては、まあまあ内容が非常に問題だと、今星野さんの意見であれば、要するに塩川公園でランニングコースの整備という、 こう具体的なのをつけるのはいかがなものかなと私ご自身では思ったりするんですけど、皆さんは付帯決議つけるとすればどういうことなんだか、いや、つけないでもいいんだと、そこら辺ちょっと議論いただきたいと思います。はい、よくち。いいですか。はい、ね、潮風公園の整備云々っていうのは、ここの本論とちょっと違うなって気がするんですよ。まあ、共通して思うのは、やっぱり料金が値上げだった、まあ、陸上競技場は本当に、まあ、無限大倍というふうなことがあるから、でしかも5年のスパン、そうそう、まあ、私が今思うのは5年のスパン、2、3年でやっぱり見直すべきものを見直してもらいたい、せいでね。というふうなのを、まあ、共通するのは、その料金とその高層計算との差、高いのはできるだけ安く、やっぱり市民の利用を考えているとか、いうふうなのはつけられるけど、そこの潮風公園の部分は私はちょっと思います。はい、若い。先ほど言ったらちょっと違ったんですが、付帯決議でなくて、要望だったらいくらつけないんでね。私はこれこれこういうよ思っていたけど、これで賛成をしらせるのよくあるパターンだから、それはいくら言ってもらってもいいんだけど、決議になるとなかなかこれちょっと大変だし、これからちょっと離れるんじゃないかという気がある。湯口さんと一緒の方かと。星野議員。離れはしないと思います。うん、今言われた、ただ一例として、市議連が付帯決議よっていう話の中で、それを説明させてもらいましたけど、そこのところはこれからじゃあどういう付帯決議をつけるのかというのを相談しながら、今言う潮風公園の件に関しては委員の皆さんの方が今言われたように、ちょっとそれは、違うんじゃないかと。条例のこれも今回の改正としてはもう一つ違った方法なんで、じゃなくて今言われた、例えば料金の改正に今言われたみたいな、そのところを付帯決議のところを、まあ、5年と言わずにちょっと2年間とかでもう一度その辺の実情と見直す、そのところが、まあ、陸上競技場はもちろんそこに入っているわけですけど、そういったところの、見直しのあり方だとか、もう一度その統一感、ここは違うんじゃないか、ここはちょっとコスト計算からいけばこうなんじゃないかという中ではいろんな意見があったわけですよね。その議会の意見のところをもう一度見直して、5年と言わずに早期にもう一度見直しを図ってもらいたいみたいな、そういったところの対決になる。潮風公園の話はさ、やってもいいと思うんだけど、付帯決議じゃなくて意見として言えないんだって、うん、それで出すべきだと俺は思って、意見として、うん、安城そちらにそのように言ったんで、はい、それは今私もそういうふうに、ただ一例として付帯決議って言われたんで出しましたけど、それは付帯決議とは少し合わないものになりますので、むしろ今、分からんけどね、手続きはどうなのか、全体の中でその付帯決議を皆さんが共通して思っていることを文章として、それで付帯決議として、意見をつけて賛成というのは、はい、ちょっと意見のやり取りこう、まあ、言ったとこ見たくなっちゃったから、ちょっと休憩させてもらって意見統一を図りたいと思いますが、ただいまより若干